よろしくお願いします。会場にお越しの皆様、こんにちは。こんにちは。福島学生原始シードです。2018年の作品誇れたぎれは、福島県は飯坂にて10月に行われる、飯坂喧嘩祭りの方をテーマにしているのですが、こちらの喧嘩祭り、簡単にまとめると屋台と屋台をぶつけ合うとても迫力があるお祭りなんですね。この迫力のあるお祭りを屋台がない中でどう表現するのか、原始の熱さ、そして底力、とくとご覧ください。それでは参ります。